方が薬局マジで No Doubt。 おいさ、大川カッチャネレやるぞ、アルバムです、ムーでーす。はい、最近なんか多いな、はい、ちょっとね、ちょっとあのね気合が入りすぎて、ちょっといろいろと、はい、あの前の動画で対決動画を出したんですけど、あね、オリジナルの大宮、圧勝したやつね、そう、プレゼン、はい、いや、圧勝した、はい、そう、負けた、プレゼン対決とか、はい、モノマネとか、はい、あったじゃないですか、はい、それをですね、罰ゲームをですね、はい、やってないんですなのでやめときましょう今で言わせて、全部言わせて、あ、よくないっす、よくないっす、誰も得しない、得しない、はい、罰ゲームですから、はい、だから今日はその罰ゲームを動画にしようかなと、罰ゲーム回収動画でございます。誰も得せん、得しないちなみに今どういう風になってるんですか、勝敗は。あ、そうそう、ね、ここに一応、ね、メモ紙であるんですよ、チラチラと、はいはい、ですね、オリジンで買い物、はい、お買い物でプレゼント対決したじゃないですか、はいはいはい、あれはワディさんが勝ちましたので、罰ゲームは私です。まあそうでしょうね、はい、そうでしょうね、はい、で、あとはですよ、早口言葉と、はい、モノマネでございます、はい、はありがとうございます、私が大勝利をいたしましたので、お二つはワリポー。これどういうこと、じゃあ2対1俺が負けってこと、これ。いや全部負け、いやお互い負けとるってことやろ。お互い負けてます。だからそのど全ずっと罰ゲームを2人にしたずっとしていくっていう話なんで、いや何かを食べるってこともチラチラ見えとるそう、今日はね、辛いものでもなく甘いものでもなく、ほんと無理2人の共通する苦手なものを言ってみましょうか。ほんと無理言ってみましょう、せーの、パクティーということで、好きな方もいるんですけど、私たち2人とマジでパクティーが苦手なの、言っちゃダメ、言っちゃダメ、カッじゃないよ、パクチー好きの方にも悪いでしょ俺小学校の時さ、実家のね、あの近くの街灯にさ、下にさ、なんかこんななんかカッがなんかなと思った、いや、ほんと道がね、なんかな、なんかなと思ったんや、パッて近づいたら、カッがプーって詰まれとったんよ、詰まれとそれトラウマ、トラウマ、シャンプーしてる間にポロンとしたことありますよ、はいはいはい、お風呂場で、はい、じゃあということで見つけてきました、マジできついパクチー。そしてね、これはね、フリーズドライされたパクチーでございますので、まあ、ちょっと水で戻せば生パクチーという、いやいや、もう普通のその水分をなんかもうふやかさないで、ね、ここに書いてあるんですよ、5秒でパク、生パクはいい、ノーパクでいい、ってことはもうね、かもう加工されてないこう純なパクチーを味わえる、食べちゃいました、食べりゃいいんやろ、ほんと見とるやつだ、そんなね、やっつけでやらないでください、人の嫌なとこ見てから楽しんでるやつおるやん、対決やろうって言ったら私たちですからね、そうだね、第一これちゃんと、ね、ちゃんと感じて、自業自得やね、そうでしょ、いただきましょうか、じゃあせっかくなんで、あー、見た目はね、下手くそか、お前はちょっとね、パッ、あ、でも匂いはね、あれなんだこれの匂い、なんか抹茶みたいな匂いですね、あ、そう、今ね、あ、臭くないわ、いや、わかんないですって、これ5秒で生パクチーに戻るんですよ、いや、そのまま食べてみて、大してパクチーがなかったら生に戻さない、うん、生元に戻さないといけない、いやいや、それはすごくない、よくない、ほら、見て見て、すごい皆さん、パクチー好きの方にはね、すごく、ちょっと待って、ガチで言っていい、モロに言ったらモロやわじゃあ私からいきますどうぞ、これ何つまみ、じゃあ俺、これ歌うよ、むーちゃんの1、取ったやつが1ですね、じゃあもう、もうちょっと、ちょっと勘弁してこれ、もうちょっと、いや、マジ笑えんわ、これ体張らないかんから、なんかなんかほら、トマトの葉っぱみたいな形してるの、なんでこんなに個性が強い匂いするの教えて、彼に教えてほしい、体に行く、大丈夫、大丈夫か、お前、それが1ってことはワディさん倍マジでマジで無理、私は頑張ろうと、頑張った頑張った、ちょっと先食べてみたい、ちゃんと測ってちょっと置いとかね、すだりがダーリーマジだ、ちゃんと本気でこんな食わないかんの、そうですよ、じゃあそれでは皆さんこれのドリンク用意しとかないの、これ、じゃあ皆さん愛を感じて、そして皆さんに愛を届けるためにこれをいただこうと思います、乾杯、乾杯、なんだこれ一気にマジで笑えんねんけど、マジで
ジでマジでさささのめ込めないよ、鼻から息が出てない、よしくっさはい、ケイコやん、本当に元気だった、マジでやっばマジでやっばこれ吐いていいこれマジ無理これマジ無理鼻から行くずつダメだよ飲み込むよ喉を通りたくないさっき喉通らなかったこれちょっとごめん、コーヒーで流すわマジ無理私も今口からしか息ができなくて鼻から息ができないくっさっちょっとマジ無理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 大賛カットパクチー食べる人みんな新人類な気がする、ね、お相手でお返しを私から回ってるんだ回ってるんだ回ってるんだ回ってるよ何皆さんにお返しまた今年もいつものいつものを用意しました告知直しをこの捨ててこい早く捨ててこい告知直しのカヌレをね皆さんでね今年も一緒に食べましょうということでいや見てもう違うもんほらあ美味しそうそっちのニュースめっちゃ書きたがるじゃんいやだどうぞどうぞはいはいどうぞはい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 はラーソーエアーもうカヌレもうカヌレってこれしかこれが一番美味しいよだってこれしか食ったことないもんカヌレあってあっ食べてくださいはいスペシャルラーメン買ってきましたありがとうございますありがとうございます見えてますか一口大きいなうまっあ香りがいいなん、うん、なんこのうまさ上なんか上なんかあれ捨ててこいぞこれ早よ捨ててこい出てきちゃうめなめそれはうん、うまいよねあ、とても美味しいございますうんうまいもんねうんパクチーどこ行ったようまいやいや、もう無理うまいいや、俺多分本当に食べ物嫌いなもんないんですよセロリも全然食べれるんですよ全然好きこれはね、カレーはちょっと個性が強い、ちょっとねそう、カレーのそうなんかその消費者に対する思いが強すぎてやっぱ個性出しすぎた、うん、だからこそやっぱ消費者に求められない場合もあるということを把握してほしい何なんだろうなやっぱパセリとパクチーはパがつくもんで大体匂いが強いんですかねパセリは全然食べれるよえ生パセリダメ大丈夫ですかうん食べない何生パセリいや食べいや置いとってあっ飾るやろあれひどい食べれるんですよちゃんと農家さんが作ってんだからいや食べれるけどこれ全然、うん、これ無理私パセリはそれでマジですかパクチーはパセリとミントはそう写真を落としたらそうそうちょっと横にこう添えるっていう違うプレートに彩りをみたいな皆さんあのこの2人にバッドコメントお願いしますパクチーってるからバットコメント来ますからねそうね、パクラの人たちがねパクラの人たちがいや、お前ふざけんなよお前パクチーほどうめえもんねんじゃんってだってパクチーの商品は毎年必ず出るじゃないですか季節的にそうだねうんじゃあもう俺が悪かったよということで、ね、全然楽しくない動画でしたけどいやいやいや、ね、顔色がね、そう顔色がちょっとよろしくないいやもう本当に申し訳ないですパクチー好きな人にそう俺無理っすこれ私もどちらかというと1億番目ぐらいに好きなんで、ね、それはもう好きな方は好きな方で楽しんでいただいて僕はちょっとあの距離を置きたいなって思うだけなので遠距離をねはい遠距離ねはいということで、長くなりました、今日は、罰ゲーム動画、はい、そしてあの私からのホワイトデーのお返しの例年通りのカヌレを、ま、サプライズで、はい、ありがとうございますはい、ということで、はいまあ、今回も楽しんでいただけたら幸いでございます、はいはい、今日もご視聴ありがとうございました、はい、
この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。あとインスタグラムやツイッター待ってます。フォローお願いいたします。それではバイバイ、バイバイ、はい、あーパクチーラブやめろマイファーマシードラッグ王が24時間よかとよ相談だけん頼りがいあろうがハーテンクロスがスローガン大賀薬局マジでノーダウン。ダメだ。